とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略、やっていきたいと思います。今回30回、長めです。しかも、ボスがめんどくさいと来ております。頑張っていきましょう。まず、1回ですけども、エンチャンターが出ます。エンチャンターを、できるだけ先に倒すように、するといいと思います。全部で、3体ですね。全部で3体エンチャンターが出ます。必ずエンチャンターを先に倒すようにしてください。そうしないとちょっとね、めんどくさくなるので、エンチャンターは必ず先に倒してください。はい、1回クリアです。1回の報酬でパワーシェイカーですね。これがないと、5回が結構きついです。5回が。なので、パワーシェイカーを持っていきましょう。2回、3回と、特に問題はありません。よし。はい、はい。これ、剣のね、3発目をうまいこと当てるようにすると、早く倒すことができますね。しゃ、おい、終わりか、あ、まだか、おしまい。次いきまーす。報酬でこれバーストクロスボウですね。終盤までこれを使っていきます。エンチャント入れていきましょう。長弾とボーナスショット11ですね。で、3回は問題ないと思います。サクッと倒しちゃいましょう。はい、はい、よっしゃ、いいね、ナイス。うまいこと当たったな。うまいこと当てるとね、気持ちいいよね。よっしゃ、3回クリア。次いきます。報酬でこれ、汚染された種ですね。足止めができて、ちょっと便利です。で、ここがクリーパーが出てくるんだよね。なので、クリーパーに危ねえ忘れるボタンの配置をミスるな。なぜか使い切れない。種でね、クリーパー倒してやると結構楽なので、ぜひやってみてください。で、残りは、3体特に問題ありませんね。4回クリアです。で、5回がちょっと注意です。何もいりません。エンチャントで長弾ですね、もう2入れといてください。ここ敵がね、途中で一気に湧きます。なので、そこまで、パワーシェイカーを温存してください。まずすぐにはパワーシェイカーは使わない。まずは使わない。で、ここだね。そろそろ一気に湧くんで、この後か、ここで使います。ここで一気に来るので使ってください。あそこでね、パワーシェイカーなしだとちょっとね、あぶね、うん、切り抜けきれないんだよね。なので、あそこ注意してください。で、矢筒忘れずに取ってくださいね。で、あと2体ぐらいでおしまいです。パワーシェイカーでいけば楽ですね。はい、はい、はい、次でーす。報酬は何もいりません。んで、エンチャントで長弾を3ですね、入れてください。で、クリーパー出てきまーす。注意してください。まあ、ここは、弓で全部戦うといいですね。先ほど、矢筒が出ましたので、矢はたくさんあると思います。うん、とにかくクリーパーとかが多くてね、めんどくさいので。よし。矢を使って倒してあげると、楽だと思います。はい、次。で、7回、7回じゃない、この報酬はこれです。森の矢筒、
で7回は余裕です。特に、苦戦することもないと思います。矢筒を使って、一気に倒してあげるといいですね。矢筒がね、ほんとこう適性が高いので、ガシガシ打ってやってください。まあまあ打てるとしても5発なんだけどね。いい感じに今回は矢が出てきてくれてます。はい、クリアです。で、ここいろいろな選択肢はあると思うんですけども、俺が一番楽かなと思ったのはこれ、エンチャンターの書ですね。エンチャンターの書を持っていってください。まあ種と変えていくのがとりあえずは良さそうですね。で、ゴーレムが出るまでちょっと階層があります。なのでゴーレムが出るまではちょっと注意です。 OK、 とにかくリープリーフをまず、パワーシェイカー使って倒してあげるとちょっとは楽になりますね。はいはいはい。で、まだ先の方にリープリーフがもう一体いますので、で、そこも、森の矢筒とパワーシェイカーを使って、行ってください。森の矢筒だけでいけるかな。あ、いけたね。 OK、 8回クリア。次行きましょう。ここはね、これです。魂のナイフ。まあサイスの方でもいいんだけども、魂のナイフの、これ流れ込む魂に入れてください。回復できるっていうのが結構強みになりますので、この武器おすすめです。んで、パワーでバーストクロスボウを上げていってください。94まで上げますと20回近くまで、楽に進むことができますね。で、ここのボス行きます。パワーシェイカーをまず使って叩いてください。最初にね、パワーシェイカー使ってると、次にね、敵を、仲間を召喚してきた時にちょうどね、いい感じにぶつかるのよ、次の回復が。なんでここをパワーシェイカーで切り抜けてあげるといいです。このボールがまだ初期だっていうことを覚えておいてください。レッドストーンの怪物のダメージ2発でやられます。なのでダメージには注意してください。2発でやられますんでね。で、ここでようやくゴーレムが出てきます。エンチャントの書がだいぶ使えるようになりますね。愛のメダルでもいいんだけども、ゴーレムの方が結構生き残るんだよね。だからいい感じだと思います。いけ、森の矢筒とゴーレムで全然、やっていけると思います。と、あ、ゴーレムこっち行って、よし、終わり。で、ゴーレムを、基本的に、最後の方まで使っていきますので、HP に注意してください。ゴーレムの HP が低かったら、アーティファクトをここで重ねてあげて、回復ですね、してあげましょう。で、ここドラを取っていきます。森の矢筒と交換してください。ちょっと森の矢筒がないと厳しくなる時もあるんだけども、まあ中盤だけです、厳しいのは。あとは何とでもなるので、とにかく中盤若干辛くなる時があります。このバーストクロスボウをしっかり使って、戦っていってください。まあ弓を使っていけばそんなにね難しくはないです。とにかく頑張って死なないようにいってください。多分大丈夫と思う。ゴーレムが大概タゲ取ってくれるので大丈夫だとは思います。で、ここようやく防具を変えましょう。スプラウトアーマーですね。で、エンチャント入れていきます。ポーションバリア2とトゲですね。で、ここが、敵がね結構一気に出るんですよ。一気に出るので、そこに、ゴーレムを
ぶつけて、で自分は後ろから弓を撃つようにしていってください。まず始まったらね、こっち一番奥の方まで行ってください。でゴーレムをぶつけてあげる。こんな感じですね。そうするとうまいこと倒していけると思います。最初のねこの一気に出てくるところが、まあ、とにかく辛いと思うので、そこをなんとかねこのゴーレムちゃんで倒してあげてください。で中には入らずにこっちの方から行くといいですね。エンチャンターいるので、まずこいつらを倒しましょう。でゴーレムはまあまあやられてますけども大丈夫です。でエンチャンターいますので、エンチャンターをまずは倒すですね。でここもねできれば、ゴーレムが回復してから行きたいところですけども、まあ、そのまま突っ込んで弓と、近接を使っていっても大丈夫です。行けゴーレム。おい動かないよゴーレムが動かないぞ。こういうことあるよね、ゴーレムが全く動かなくなるっていうの。はい、でさっき防具を取ったんですけども、ここでさらに防具を変えます。うん、さっきの変えなくていいじゃんと思うと思うんですけど、さっきの変えないと結構 HP がきついんで、必ず変えた方が俺はいいと思います。で、ポーションバリア1と霊気を2です。霊気、この霊気が結構いい感じなんですよね。行きましょう。でここ、クリーパー出ます。注意です。まあゴーレムは、ある程度敵がたくさん出だしたら強化してあげてください。この後かな。いけ。このね凍結との相性は悪いんだけども、おお固まったぞ。いけ、ナイス、いいね。でもねゴーレムがいるとこのクリーパーの対策になるっていうのがねすごくいいよね。はい、14回クリアでーす。ゴーレムの HP はまあ半分以上あるので大丈夫でしょう。ここ何もいりません。で15回は特に問題ないと思います。まあタワーレースが、まあ、何体かは出てくるんだけども、まあ本当何体かなって大丈夫っすね。うん、バーストクロスボウで押し出してやるとうまいこと落とせますので、うまいことやってみてください。まだ出るね、タワーレース。あと2回出るかな。しっかりと落としてあげましょう。HP 高いもんね、あいつね。よし、もう1回出てくるよ。はい。いけ。お、雷が入ってる。いい感じ。もうちょっとこう積極的にね、自分から動いてくれれば、もっと強いんだけども。動くとき動かないときがあります。もうそれは仕方ない、そういうやつなんだもん。よし、でこれでおしまいかな。15回クリアでーす。ここの報酬は何もいりません。でここね結構きついです。結構きつい。もう最初からゴーレムを強化してあげて突っ込ませた方がいいですね。とにかく敵の攻撃力が高いので。おい、ゴーレム動いてねえぞ最初からね飛ばしていった方がここはいいです。しゃ、やーべえ、ゴーレムやられた。おいいった。まあまあまあ、ポーションバリアがねあるので大丈夫とは思いますけども。はいはいはい、あとはこいつらでおしまいですね。おーい、逃げるな、めんどくさいな。でスライムでおしまいと。はい、16回クリアでーす。次に行きましょう。この敵ほんとね攻撃力高いので注意してくださいね。ここは何もいりません。森の矢筒欲しいけども、取ってしまうと、ちょっとね、バランスが崩れてしまいますので、
取りません。ここは問題ないですね。あのロイタワーガードか、あいつが出てくるんですけども、あいつが出てきたタイミングでゴーレムを、強化してあげるといい感じです。来た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 、行け、おい、ゴーレム動け、頼むよびくともせんかったやん。危ないよ、そっち行くと。もうちょっとね、いい動きをしてくれれば本当に強いんだけども、たまにっていうか結構ポンコツにはなりますね。まあまあタンクにはなってくれるんでね、大丈夫ですけども。はい、17回クリア、次行きます。ゴーレムをね、ここで更新してあげましょう。99のゴーレムになります。で、ここ難しいです。ここがね、多分今回一番難しいかな。あのすぐにはゴーレムを出さずに、このね、下にね、ネクロマンサーがうわって湧くのよ。それが湧いてから、ゴーレムをぶつけるように、ここからぶつけてください。そうするといい。おー、いいね、毒の雲が入ってる。最高、最高のゴーレムが出ましたね。完璧です。今回ちょっと運がね良かったんだけども、まあ大概のエンチャがつけば倒すことは安易だと思います。はい、まあ、とにかく最初の、ネクロマンサーが出だしたら、ゴーレムを使うといいです。最初からね出してエンチャンターの書をつけてると、間に合いませんので注意してみてください。ここ何もいりません。キノコ欲しいけども、うん、バランスが崩れるので取りません。で、ここでムスッとのアーマーです。スパイダーアーマーにしていってください。あ、俺ミスった、ミスった。あげる前に霊気入れといてください。うん、俺完全にミスったんだけども霊気を入れてください。うん、あと霊気とあれだ、ポーションバリア。うわ、ミスった。あの黄金、あ、違うわ、黄金じゃなかったわ。あ、黄金じゃなかった、よかったよかった、ごめんミスりました。よかったよかった、あげてからでもいいです。で、ここまあ別に攻略法としては別に何もないですね。とにかくドラを入れて叩く、うん、ただそれだけです。あぶねえ、よし、いいんじゃない。 OK、 霊気が入ってるとね、逆になんか、ね、やりにくくなる時があるんですけども、まあそれは愛嬌ということで慣れてください。ちょっとね時間差でね、あの魔法を打ってくるようになるので、ね、避けにくいんだよね。はい、で、ここコグクロスボウに変えましょう。コグクロスボウが今回のメインウェポンですね、ボス戦での。マルチショット3と、虚無ですね。で、ポーションバリアは3にしておいてください。ここ特に問題ないと思います。もうね、あのスパイダーアーマー、これがあればまあまあまあ HP はそんなに減ることはないと思います。やっぱ回復量がねこれ全然違うので強いよね。で、ここも別に敵の数、そんな多くないです。うん、そんなに多くないので注意することもそんなないかな。ゴーレム HP やたら減ってるな、どうした、なんか攻撃食らったんだろうね、もしくはあの虚無の池に落ちたか、どっちかだと思う。やたら減ったな。で、あと1回でーす。 OK、
一体だけね、若干強いやつが混じってるので、そいつをまず最初に倒せればまあいいかなと思います。次、報酬何もいりません。あ、ゴーレムの HP は更新した方が良かったな。 HP が、3割切ったぐらいになるとちょっとね、使い勝手悪くなりますので、 HP をしっかりとね更新してやってくださいの方がお得です。しゃあ、いいね。これね、下の方にね結構湧くから、こっちの方でゴーレムを使ってやりたいよね。ちゃんと動いて。お、いいね、いい感じ、いい感じ。はいはいはい、いけ、ナイス。全然飛ばなかった。やられた。よし、あっちにもいる。結構ね、敵が多いステージってことがありますのでね、めんどくさいんだよね。多いところもう多くてもいいけど、もっとこうまとまってね出てきてほしい。時間がもったいない。で、ここ武器変えます。ようやく近接武器が強くなりますね。で、エンチャント入れましょう。弱体化2と衝撃波1、これでいいと思います。次で、衝撃波をこれは上げていきましょう。衝撃波がね結構いいダメージになります。で、ここもねちょっと後の方に、ゴーレムを強化してあげるといい感じになると思います。後の方で結構ワッて敵がね出てくるので、そこをゴーレムにぶつけてもらって倒してあげると、まあまあまあ楽かな。お、結構今回矢が出てきてくれて嬉しいな。 OK、 23回クリアです。報酬何もいりません。で、ここラビジャーが出てきます。めんどくさいです。で、ゴーレムを強化するタイミングはラビジャーが出てきてから、そこから強化するようにしてください。それまではね、まあ普通に戦って OK です。あぶねえ、おーい、 OK、 いけ。とにかくこのラビジャーがここでめんどくさいのよ。うん、あいつさえいなければもう全然雑魚です、ここは。 OK、 おーい、ナイス、いけ。まあ、基本コグクロスボウでガシガシ撃てれば問題なく倒せると思います。ゴーレム動かないな今回。どうした、今回のゴーレムひどいぞ。ここ何もいりません。ここね結構敵が湧きます、ここら辺に。うん、で、なんだ、先にどんどん進んでいってもね、どうせまたね戻ってきたりとかしなきゃいけないので、まずここで、湧きが終わるまで戦ってた方がお得です。うん、まあまあこのステージはいつもそうなんだけどね、このステージはもういつもそう、ここで倒して、でそれから先に行った方がいいですもんね。じゃあ、あと1回湧くよね。 OK、 ゴーレムも回復してきてる。よし、おー湧くねー。よし、では先に進みましょう。もうほぼ敵いません。うん、こっち側にはあんまり敵湧かないんだよね。もうゴーレムは出さずに進んでいきます。うん、今回矢はたくさんあるので大丈夫だね。固まった、このちっちゃいのが見えにくい。25回クリア。
次行きましょう。ここ何もいりません。そのまんま行ってください。でここ、若干敵がめんどくせえかな。でもいっぱい来たら、ゴーレムを強化する感じで、最初から強化しない方がいいですね。ある程度出だしてから。 OK、 いけ、ナイス。凶暴化が入ったね。うん、しゃ、お、凶暴化とあれか、こっち来て。変更まで入ってたね。お得だった。よし、まだ来るか。意外と多いんだよな。よし、いけ。この凍結とのね相性がやっぱ悪いね。倒して、はい、26回クリア。報酬何もいりません。あ、ないか。ゴーレムの HP を更新するアーティファクトは何もなかったです。ここ若干ね、遠距離のエンダーマンみたいなやつがプス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 ってこう弾打ってくるやついるんだけども、あれがちょっとねめんどくせえです。うん、あいつが結構めんどくさいので、あれをできるだけ早く処理できればいいかな。よし、 OK。 まあね、霊気が入ってると意外と動きが遅くなっていい感じなんだよね。で、危なかったらポーションバリアもついてるので、しっかりとね、対応していきましょう。はい、で、もう少し湧きますけども、ゴーレムがここで復活。いけ、おお、霊気ついてるよ、いいね。と、衝撃波、あ、違うか、衝撃波はついてないな。あ、痛みサイクルだな。はい、27回クリア。やっぱ召喚ビルドは楽でいいですね。楽。んで、ここ何もいりません。28回、ここもね、難しいです。もう最初からもうフルパワーでいってください。ゴーレムを強化して、で、そこ敵いっぱい出るんで、とにかくゴーレムに突っ込んでもらう。いいね。いいエンチャついてたね。ナイスよ、いけ、任せた。ある程度倒した、いいっすね。おお、で、矢が2つも、ごめんなさいね。ごめんなさいね、ちょっと撮影してますので。よし、よし、終わりか。はい、28回クリア。で、ここで魔術師のローブを取っていってください。で、ゴーレムの HP が減ってたら、更新するようにしてくださいね。確かできるとは思うんだけど。で、コグクロスボウにエンチャントを入れてからだね、まずは。まず、クールダウン3とビーストボスを入れてください。で、ライフブースト、HP がやられた分だけ上がっていくんだけども、ここまでに何度かやられたらライフブーストを入れてください。うん、やられてないならばライフブーストを入れなくていいです。で、テンポセフトと虚無を2ずつ入れて、衝撃波を3入れておいてください。これが完成形ですね。弱体化2の衝撃波3で、ビーストボスとクールダウンを3-3の、マルチショット、テンポセフト、虚無ですね。で、もしもライフブーストを入れるときには、テンポセフト、虚無を、低めにしてあげてください。まあ他のやつでもいいんだけども、ちょっと低めに入れておいてください。で、ここはね、コグクロスボウと強化されたゴーレムがいれば楽勝です。出てきたらばドラを使って
一気に攻めてあげてください。いいね。で、クールダウンが多めに入ってますので、ドラとかをね、使うタイミングが結構早いです。いいね。で、ゴーレムのね、エンチャント次第では、ものすげえ早いです。ものすげえ早い。よし、オッケー、いけ。そうでもねえな。そうでもねえな。もうちょっと速くなる時もあるんだけどね。いやー無理か。今ので倒せたかなと思ったんだけどもね。仕方ない。よっしゃ、終わりだ。はい、ということで、タワー完全攻略でした。今回は、ゴーレムの召喚ビルドが俺は一番おすすめですね。報酬を見て終わります。お、輝くローブ、まあここら辺はいらない。あ、重力、うん、いいねいいね、重力いいね。でもこれはユニークだ。うん、吸血がついてないんでね。浮遊射撃なんだ、3だけどね、特報か。まあとりあえずこれでしょうね、この中では。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。